8月3日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一佳です。日本放送飯田浩次の OK コージーアップこの後8時まで生放送です。 えー、なんといっても昨日はですね、はい、侍ジャパン野球日本代表のアメリカ戦、えええー、メールもたくさんいただいております <laughs>、はいえー、こちら、草草さん、えー、東京西東京からいただきました43歳の方、えー、オリンピックアメリカ戦でしたけれども阪神のサイドスローのピッチャーの彼残念でしたね<彼>名前ぐらい出したらいいや。<laughs> <laughs> ベンチワークもありますが2人打たれた時点で交代すべきでしたねこれは後半戦に響きますね、えー、51歳のベイスターズファンさんは横浜南区からいただきました飯田君、また青柳がやらかしてくれましたなしかも梅野と組んで、えー、それからこちらはフルネーム希望51歳、田代浩二さん。 えー、東京大田区からいただきました、えー、昨日のオリンピック野球決勝トーナメント準々決勝日本対アメリカ戦また青柳投手のおかげで延長戦10回裏タイブレイクのさよなら勝ちを見ることができましたねありがとうございます <laughs>、えー、カビゴンさん67歳男性東京大田区 日米戦の阪神青木投手について一言お願いします一言お願いします <laughs> いただきました皆さん、えー、大変、えー、うちの青木が <laughs> ご迷惑をおかけしまして皆さんのおかげで日本勝利を得ることができました <laughs> ありがとうございますドラマチックな勝利でした <laughs> ドラマチックな勝利です。やっぱりね、あのー、野球はドラマですよす本当に野球はドラマが必要ですよ <laughs> <laughs> 昨日あのコージーアップのこうスタッフ間のグループラインで飯田さんが <laughs> <何>誠に申し訳ないって <laughs> <laughs> 書き込んでまず新業が青柳さんって書き込んだ後に、はい、誠に申し訳ないとでもその後にちゃんと一誌報いてるんでそうですね,ね、うん、雨が降らんうちに青柳さん出すからあかんね <laughs> 本当にということで <laughs> はいああのまあ私ねえ阪神タイガースが大好きでありまして、はい、まあそれは常々この番組でも言っていたこと そうなんですけれどもまあやっぱり、ですね、えー、因果は巡るというのがありまして今シーズンは初めから阪神が走っていてそれについてですね調子に乗って喋ってたらやっぱり阪神は失速するわ、えー、阪神から行った侍ジャパンの選手たちは、えー、皆さんにご迷惑をおかけするわと,ということでしたけれどもねいや、でも昨日の試合は7対6で、はい、延長10回タイブレークの末さよなら勝ちと。はい いうですね、えー、あのー、実況の音声もねやっぱり最後はこう振るってたなという、ね、感じもありましたけれども、ねあのー、これは後ほど聞いてもらう形になるのかな。はい えー、後ほどね、この興奮の模様というものは、あの東京トゥデイズ・リポートの中でですね、えー、大泉健人アナウンサー、現場でこう取材もしていたということまで、まあ、その辺も含めてね、えー、お送りできればというふうに思っておりますしかも、伊田さん、まだあの金メダルまで2試合ありますから、ですかこっからですよ本当にいやー、本当、ここから、こっからこっからね、えー、特に次は韓国戦ですから、日韓、えー 観戦が待っているということで、明日四日水曜日の夜七時プレーボールの試合、えー、日本放送はサムライジャパン全部やるということですからね。当然ながらこの試合も中継があるということがありますので、ぜひ日本放送でお聞きいただければというふうに思っております。はい、そこでおそらくは青柳の勇志も、ね、含めて、うん、そうだよね、えー、いろいろこう思うところはありますけれどもね、呼ばみ唾で。 使うんだとかねいろいろ思うところあるけれどもでもまあ 最終的にはうちの青柳がご迷惑をおしましたんで <laughs> まあよかったなと前回、ドミニカ戦の時は、うんえー、セ・リーグのですねバッターたちに、えー、山田にしろ村上にしろそして、えー、坂本勇人選手にしろ、はいえー、助けていただきました今回はソフトバンクの皆さんに助けていただいてやっぱり球界を上げてね、えー、日本オールジャパンでっいうのは素晴らしいなというふうに思った。<laughs> 大変申し訳ありませんでした。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております、えー、今朝のコメンテーターは経済アナリストでロールシャ社ハアドバイザリー代表取締役 FSBI FX トレード社外取締役のジョセフ・クラフトさんです、えー、この後六時半過ぎからは東京トゥデイズリポート東京2020オリンピックレポーター大泉健とアナウンサーがサムライジャパンさよなら勝ちその興奮を伝えてくれます えー、そして7時台取り上げるニュースですがまずは新型コロナ感染者急増地域で入院対象を重症者らに限定へというニュース今日の一面はこれで取っているところが多いですね。 それから亡命希望のベラルーシの陸上選手ポーランドがビザを発給しました、えー、顔認証を使った決済システム実用化に向けて業種連携というニュース、えー、そして6時半,頃ーー、えー、時半ごろのニュースキーワードのゾーンでは消費者態度指数、えー、そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは FRB の理事が金融緩和縮小の判断について言及とアメリカの金融政策についても取り上げてまいります ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました、えー。オリンピックについてはあ、産経新聞一面が体操日本女子前回の東京以来、えー、村上、えー、選手の村上舞選手の銅メダルを一面トップで報じております。えー、で、それ以外の各紙はコロナ絡みというところで、読売毎日それから東京新聞は。 えー、入院患者の扱いについてであります読売一面、入院・重症者ら限定に転換感染急増地域、えー、自宅療養が基本となるということ、えー、毎日新聞、入院患者以外は原則自宅政府宿泊療養を限定、えー、東京新聞、中等症も自宅療養と、えー、病床逼迫で転換という,うことにいいなった。 ていると報じておりますこれも後ほどね今日のコメンテータージョセフクラフトさんとまた深めていこうと思っておりますそれから朝日新聞の一面トップはあ高齢者2回接種75%ということで、えー、希望者全,、えー、全希望者達成というのを7月末に2回接種を終えたいと総理言ってたのに結局75%しか達成できなかったじゃないかと いいうことが一面トップで、えー、報じられていま,すまあ逆に75%はー2回ちゃんと打ってるんだというのは、まああのねえー、6割7割いくとかなりいい全体守られると、まあ、これはあのー、国民全体が打たないとというところなのでまだまだこれからだということですが、えー、他方重症者の数というものは特に65歳以上の、えー、リスクの高いとされる人たちの中では相当こう抑えられているっていうのは まあここはあの一つ希望として見いだせるのではないかと、えー、ここを急ぐべきなんじゃないかと、多いいことを思います、えー、それから気になる記事ですけれども、まずですね、えー、各種社会面だとか、あるいは一面で、えー、少し触れているところもあったかな、あのー、7月の2日、えー 集中豪雨が起こってそして熱海市の大泉地,地区で、えー、土砂災害があったあれから1か月を迎えるというところ、えー、昨日1か月ということで社会面などでね各種大きく取り上げられております、まあ、その中で、えー、この盛戸土というものが、まあ、あの参拝の廃棄物が実質上、えー、積もっていたところだというのは、まあ、いろいろ報じられてましたけれども結構ここでですね、えー、特集を組んでというところが多いようです。えー、朝日新聞人災解明途上と こういうふうに、えー、書いて、えー、あります。熱海の森戸人災解明はと基準の3倍以上造成時から放置されていたんじゃないかと、えー、いう話。そして行政がいつ認識していたのか。えー、住民はあ行政訴訟も検討していると、えー、いうことを報じております。まああのー、このね、えー、森戸に関して、えー、前々からまあ、あのー、一部報じられていたところでありますが、その基準をかなり超えていた行政どこまで把握していたのか。そしてこれに関しては、えー、条例 で制定するということでしたけれども都道府県あるいは市町村の中で制定しているところもあればしていないところもあったという辺りをこれから先もどうしていくのかということ、まあ、それからあの科学的な、ね、解明がこれは必要ですけれどもその横にあったあ 太陽光パネルとの関連性はどうなんだということも発災直後から言われていましたけれども、まあ、この辺の解明というのも必要になってくるだろうと、えー、そして被災された方々の、えー、生活の再建ということがこれから先一層求められるところであります。 まああのー、日本総ではこのね熱海の義援金、えー、困っている方のまあ少しでもね債権の後押しになればということで、えー、こちらも募っております。あのー、ホームページをご覧いただきますと詳しい募金の方法が出ておりますので、えー、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。えー、今日で一ヶ月とういうことになるわけであります。そうですね。あの雨が降ったのは二日ですが発災が三日の朝十時半ごろということでしたので。 土石流発生から今日で3日、えー、なお不明5人と、えー、亡くなった方が22名いらっしゃるということであります。 えー、それからあもう1つ、これはですね、あのー読みえー、ごめんなさい朝日が国際面で朝日だけが触れていますが北大河会議というですね夏にあの北京の、ま、近郊といってもちょっと遠いんですけれどもの秘書地に、ま、あ中国共産党の現役指導部と長老たちも集まってま今後、話し合うとされる、えー、会議。 があですね、非公式にな,おな会議ですけれどもうんこれがあどうやら始まった模様だとこれ始まったとも言わないし中間の報告もないし終わったとも言われないというなんとも不思議な、えー、会議なんですがただしここで密室で重要な政策だとか人事が決まるというもの、えー、これがです、ね、いよいよ始まったということであります。まあ、あの習近平国、えー、国家主席あのもうに国家主主席席もううにとととしてのの定年年は、えー、踏み越えるということ2期10年の 人気の制限を取っ払ったということは、えー、もう決めておりますが。まああの その先の定年制まで取っ払えるかどうかということに関してはまだちょっと曖昧なところがあってこれをこう長老たちをねじ伏せることができるのかまあそういうことをすると習近平氏のまあ個人独裁というものがますます強まるということで周りの国々としては見えづらくなってくるというあたりも含めてですねこの会議注目でありますま。ポポロポロとととと中のの様子ががこのこれれれかから先報道されるのかもしれないいいううろですままずは始まったという一方 が出てきました以上ここが気になるでしたさあ東京トゥデイズレポート東京オリンピックの興奮をお伝えいたします東京2020オリンピックレポーター大泉健ンアナウンサーが伝えてくれるのは昨日の侍ジャパンの試合大泉アナウンサーです大泉さんおはようございますはいおはようございます,い,ますいやー劇的だったね、えー、本当に苦しんで苦しんで粘って粘って,粘ってで最後の最後に 会の本ので決めてくれたたという感じになりましたね序盤から本当に苦しい展開で見ていたんですが、はい、あのアメリカベンチすごく勢いがあるなと感じてましてでというのも NPB の選手 d n a のオースティンそれからソフトバンクのマルティネスラクルトのマクガフこういった選手たちがですねあのアメリカベンチの先頭に立ってものすごく声を出してあ<ー>何かこう日本ベンチの雰囲気を 圧倒していいたたなという感じがししんですね。でしかもリードを許してましたので、これはどこかで流れを変えなきゃいけないなと思ってました、はい、でそこでやはり不調のヒットがなかった鈴木誠也に一発があり、そして、新ンー高ー大復活の2回無失点。はいはい のあたりから流れがどんどん変わってきまして、えー、やはり最終回、あの柳田のセカンドゴロで追いついて、こ、はいまあ、れで正直タイブレークになったことによって、はい、確率論的に、あもうこれは勝ったなとお<ー>、思いましたね裏の攻撃、サヨナラがあるということで、やたり有利。 いますし、あとやっぱり10回にアメリカはバントしないで、ノーラン2塁にキッキングさせたじゃないですか。はい、で、結局栗林が抑えて。結果三振だった。はい。で、10回裏は、あの、栗原良也がバントを決めて2塁3塁になった。この攻撃のスタイルの仕方っていうのも、やっぱり日本とアメリカの違いだと思いますし、確実に1点を取りに行くっていう点では、 やはり日本が、うん、あのこういったところは強かったなと思いますねさあ、侍ジャパン、次は明日夜、韓国とぶつかるというところ、ここは、まあ、選手たち、あるいは、えー、コーチ監督、気合がの入るところじゃないですかかなり気合が入っていると思いますね、うん、ただあの、一つ気がかりなのが、タ、はい、イナスの青柳がですね。うんはい 昨日打たれてしまいまして、今。打たれましたね。はい。<あ>はい、そうなんですよ。で、ええ、ただ、あの、立山コーチは、ええ、あの、本当に負担をかけてしまって、申し訳ないとい。うん。話してまして。まあ、こういった、こう、中継ぎ陣の。機能というのも、非常に。大きなキーポイントになるんじゃないかなと考えています。うん、そうですね。はい。わかりました。今日は、ちなみに、どこ取材いきますか。今日はですね。うんえー、この後に。 卓球とボクシングに行って、夜にサッカーに行くという。<ー>なるほど。また今日も忙しいね。<laughs> ですね。体気をつけて頑張ってください。ありがとうございました。 今朝のコメンテータータはジョセフ・フクラフトさんですさあ,あ、メールやツイッター、さまざまいただいておりますけれども、あの侍ジャパンの、ま、青柳選手の件はですね、えー、私、オープニングからあちょっと冗談めかして話したところ、えー、それはそれでまた物議を呼んでおりまして、えー、青柳さんのことで飯田さんが謝るのは間違いですと、えー、滋賀野聡さん、えー、打たれたから悪いみたいに言われますけれども、誰だって失敗はあるじゃないですか、えー、みんなで力を合わせて逆転勝ちできたんだからそれでええやんと、えー、いうことで。 いいただいております何を言っても怒られるという感じですけれどもね、<laughs> はい、えー、大変失礼しました、えー、それからですねあのこちら、チャンタツさん、えー、習志野市の方ですが、侍ジャパン勝ったのはとても嬉しいんですよ、でも9回裏に得点を取った相手のピッチャー、ヤクルトのクローザーのマクガフなんです、ヤクルトファンの僕としてはとても複雑です ああこれね、確かにあのこのプロ野球でやってんだよと言ったらえ味方同士が戦ってるのってうちの息子がです、ね、ああ言っててそういうことだって中にはあるんだよと、うん、逆に敵どうしが手を携えて昨日のねの試合みたいにやるんだぞということを、ねうんえー、言ったたたりなんかもいししましたここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 ラジオ局日本放送飯田浩二の、OK、コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー 今月はジャーナリストの佐々木智乃子さん、データク大学特任教授で AI ビジネス研究センター長の清水千尋さんと対談をします。今週はコロナ禍と住まいをテーマにお送りします。週末もぜひチェックしてください。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージアップ。次第最初のニュースはこちらです。 新型コロナ感染者急増地域で入院対象を重症者らに限定へ政府は昨日新型コロナウイルス感染者の療養方針の見直しを決めました感染者が急増している地域では自宅療養を基本とし入院は重症者や重症化の恐れが強い人などに限る方針です今週中にも新しい方針の運用を自治体に正式に求めるということであります ええー、まあこれをどう取るかというところで見出しの中には中等症も自宅療養なのかというようなね見出しをつけてるところもあります。さあこのまあ新型コロナのねなかなか感染を抑えられないという中ですが、うん、どうご覧になりますか。あのー、海外的に言うと、はい、まあ妥当な、えー、線だと思いますね。あのー、でもう一つ大事なのは治療薬を早く、はい え進めていくこの抗体カクテルとかこれを進めていけばより効果的に治療ができるということなんでん、あのー、でもう一つはあのー、やっぱり正しくデータを知っておかなきゃいけないのは、はい、ちょっと最近特に先週においては、まあ、アメリカの例をとってマサチューセッツ州でクラスターがあって7割がもうすでに。 ワクチン2回接種してもまた<あ>、えー、感染したと、であれは実は、はいまあ、特殊なのかちょっとデータがあれなのか、うん、その後にあにアメリカの CDC が、はい、あの全国で出たデータとしては1%未満が感染していると、ワクチンとほとんど9割以上が、はいえー、ワクチン打ってない人、したがってやっぱりワクチンを早く打つというのが最も大事。 はい、自分の身を守るという意味でもそういうことですね、まあ。あとこれに関連するともう一つあのやっぱりその日本の医療体制でいうと、はい、まあこれちょっと年初のデータですけどもあの公立とあの公立病院の7割以上がコロナを受け入れてるんですけど民間の2割しか受け入れてないうもう少しうやっぱり世界で最も病床数が多い日本と言われてる割には東京でもう1,000人になるともう逼迫っていう のはちょっと海外から見るとちょっとおかしいなとやはりもう少し可能な範囲で民間病院もできるところを工夫しても、うんはい、ここはやっぱり医師医師会がね もうちょっとあの協力していただいて、えー、頑張っていただければなというふうに思いますけどね、まあ、あの去年のこの時期から、ねうん、その話が出ていてでやっぱりこうコロナ患者を受け入れると採算がっていうようなことを、ねね、民間病院に言ってましたが、ねまあ、それに対してもお給付金というか協力金積みまししたりはしてますよねすよあのワクチンの打ち手がないから、えー、1回につき2000円とか2500円払って と言ってから急にワクチンが普及するようになりましたよね。 え前年度並みの,あの所得を、所得っていうか、収益をね、負担するとなれば、少し民間病院でも受け入れ先が出てくるんじゃないかと思いますんで、そこももう少し見直してもいいんじゃないかと思いますよね確かにね、えー、あの予算はつけても、その執行が遅れて、ね、積おっしゃるとり、30兆円も繰り越しですから、もう少しそこを活用してもいいんじゃないかと思いますね。こいいんまねねあの あのあたりね、それこそ、まあ、専門家の人に聞くといや予算つけたら使うと思ったら使わないんだもんなっていうことをね <laughs>、えー、言う方もいたりなんかしてなかなかその辺の執行っていうのもこう平時の。 論理で行っちゃうところがあるんですかね。そうなんですね。まあ確かにあの問題になっているその給付金の支出の遅れ、うんこれ行き回ってないんで、まあこれからそれが出てくるんで多少使うでしょうけども、はい、やっぱりそこはもうちょっと早めにやっとかないといけないなっていう感じはありますね。うん。まあ今後のその経済をますという意味でもそこは。 大事になってきますしあと一つ、やっぱり海外とね比べて著しく感じるのは、うん、もう少し首相にねコミュニケーションじゃないんですけども、はい、ちょっと国民に訴えかけをねもうちょっと頑張っていただいてんなんかねちょっとお得意じゃないみたいで記者会見とかねだから分かるんですけども、うん、やっぱりもう少し危機感をね、うん、感情的に訴えてくれると。 人流も少しは減るかなというふうに思うんですけどねやっぱ守りに入るところがあるのか、こう原稿に目を落ととすことが多いとう、ね、そうですね、重いしあの、言ってることはよくよく読むと、正しくて、間違ってもないんですけども、うんど、やっぱり響いてこないんで、どうしてもそこはねあの趣旨がね、趣旨が伝わってこない、うんうん、そこでちょっと損してる感じはあるかなと思いますね、うんうん、おはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますえでは取り上げるニュースはこちらです亡命希望のベラルーシの陸上選手にポーランドがビザを発給 東京オリンピック陸上ベラルーシ代表で本国からの帰国命令を拒否し日本に滞在しているクリスチナ・チマノウスカヤ選手が昨日ポーランドへの亡命に向けた書類を提出しましたポーランド外務省高官は昨日ビザを発給したとツイッターで明らかにしております まあこれ本国からの帰国命令拒否というふうに報道されてますけれどももともとこの帰国命令がむちゃくちゃですもん、ね、むちゃくちゃゃくですしベラルーシはもう欧州最後の独裁者。はい 言われてるぐらいルカセンコ大統領そうなんですよめちゃくちゃなんでんこれ国際的には、ね、かなり大きなニュースでちょっと個人的にはもうちょっと日本として、はい、日本政府として存在感をこういった問題にも、はいえー、出してほしいなと言いますのはこれ日本の難民受け入れってのはもう今までずっと低い。2018年度で 1>, 1万、えー、500人程度が申請する中で42名が、えー、受け入れと0.4%しか難民受け入れがないということはやっぱり国際社会で日本のこういった人道、えー、人権問題の立ち位置が もう少まあ、あのー、これね、今回の件も、まあ、官房長官、昨日の会見の中では、うん、いや、IOC だとか、うんあ、組織委員会がこれ、対応してるんで、うんまあ、法律に従って粛々とやるんです、うん、というようなことをおっしゃっていて、うんまあ、だいいぶ引いた感じですよね、うん、そうですね、あのー、分かるんですけども、うん、やっぱりまず日本政府として、立場を明確にし、うん、保護し、その後選手の意向によって、どこに行きたいのかを。はい えー、その誘導してあげてもいいんじゃないかなというふうに思いますけどねまあ今回も選手本人が羽田空港で警察官などに対して SOS を発信し、はい、でそこからまあ保護をするというところですけれども、うん、まあ確かにこう外務省であったりとか国の関与というものはあんまりこう表に出てこなかったので,す、ね、でそのままポーランド大使館に入っていく、はい、ということなんで、まああので結果としてはいいんでしょうけどもうんやはり日本も国際社会特に国連 での人権問題に対して積極的に関与していく必要が今後問われていくんでしょうねうん、まあ、この価値観あるいは人権というものがまあ国際社会でますますこれ重要になってきているわけですよね中国の話なども出てきていて。えー まあそうすするるととと日本としても役割を求められるってことですかあのつい最近あの話題になったのはパキスタンの女性が収、ね、監、はい、されている間に亡くなられてしまったとかこういったあの入国を希望している人たちの扱い含め、えー、受け入れ体制も非常に問われてくるので。 やっぱり今後は人権問題、環境問題この2つはやっぱり国際社会で非常に重要視されてるんでん日本としてもより存在感を見せていかなきゃいけないと思いますね。まああこれね、あのー いろんな意見がある中でその経済難民が多い、うん、まあ特に日本で申請している人は多いから、はい、そうすると本当は出稼ぎ目的なんじゃないかみたいなことをこ指摘される場合もありますが、うん、それは一理あって、うん、あのそういう人たちばかりを受け入れるのは難しいのは当然ありますけども、うん、やっぱりその政治的に制圧されている人たちも多いし、えーうん、そこを選別していくと、うんえー、いう。 というところとそれでその審査をしている間にまずその人権国内でのその受け入れ体制とか、うん、あの一時的にね、はいえー、止まるところとかちゃんとして、うん、でやっぱり国際社会でどうしていくのかっていうの情報収集も含めより改善の余地はあるんじゃないかなというふうに思います、ね、これ発信の仕方も含めてっと、ねね、そうあのー、まあ確かにね難しいなあんまりそういうのを受け入れますよみたいなあのメッセージ 出すとだ誰でも来ちゃううというあ<ー>まあ経済だそこはあまり大きく、ね、あの報道したくないというのもありますけどやっぱりそうするとじゃあ日本って人権問題どうなんだって言われかねないんである程度ちゃんとルール作りし、はいえー、やっぱり国際的に難民受け入れ0.4%ていうのは、えー、どういうふうに見ても低い水準であるということはあのい言わざるをえないですね。うーん えー、そして、えー、もう一つ用意していたニュースですが顔認証を使った決済システムの実用化に向けて異業種が連携ということで、えー、リソナホールディングスがあやパナソニックなど4社がこの顔認証技術を使った決済基盤の実用化で連携すると発表しておりますリソナ JCB 大日本印刷パナソニックと4社連合で行うということだそうです。うんうん いや非常にいいことだと思いますし、うんまあ、むしろちょっと遅すぎるのかなという感じもしますすで、うん、にもうスマホで、ねはい、顔認証できてますので,、うん、あので大事なことはこれやっぱりあの特にクレジットカードとか銀行のカードで、うん、その盗難偽造防止に非常に役立つということなんで、はいうん、こういったあの対応というのは非常に、えー、いいことだと思います。うん、まあちょっとあの 個人的にはあの気になるところではこれってあの技術的にあの双子とか、はい、あとねあ<ー>ちょっと年を取っていくと認証できるのかなあとね頑張ってほしいのはマスクですね<ー>マスクつけたままで認証ができると非常に便利だなというふうに思いますね。 確かにマスクつけると、知り合いであっても分かんないっていうね、うん、人間の感覚の部分でもこう鈍るところがあるあこれをこう、ね、AI だとか駆使して、どう乗り越えていくかですね。ね そういう技術はあると思うんでもう少しそこを広げていくと、うんえー、使い勝手が良くなるんじゃないかなと思いますけどねうん、まあ、これあの指先の静脈を使った、ねはい、生体認証であるとか、まあ、顔認証とかさ、うん、まざまな新しい技術というものが、うん、決済技術の中にも出てきてますけれども。うんうんうん まあね、他方、この情報を誰かに取られるとって言って危機する方もいらっしゃいます、うんうん、そ,その辺バランスですかね,あのねやっぱり日本だとやっぱ個人情報、うん、ここにすごく趣が置かれるので、はい、なかなかこういった技術が、ねうん、あの発展しづらいんですよね。うん、でこれは確かにあのそういったデメリットもあるんですけども、うんうん、便利性とか安全性というメリットもあって。 国民としてはどこまで個人情報を重視するか、えー、そしてそういったあの便利,あ,の便利あるいは安全性を、えー、バランスですよねで個人的にはちょっと国際社会でおくと日本はこの個人情報保護に。 かなり傾いていて、ええこういった技術がなかなか伸びにくいっていう現状はありますよね。まあ入り口でこう止まっちゃうというかね。うん、そういうことですね。決してそれはまあ価値観なんで、悪いというわけじゃないんですけども、それによってその技術進展発展が阻まれるリスクもあるってことは認識しておいた方がいいですね。続いて教えてニュースキーワードです。 消費者態度指数内閣府が昨日発表した7月の消費動向調査によりますと向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数は前の月と比べて0.1ポイント上昇の37.5で2か月連続で改善態度指数は新型コロナウイルス流行前の2020年2月調査以降最も高い水準でした。 半年間の暮らし向きや収入の増え方雇用環境それから耐久消費財の買い時判断について同行、えー、調査を実施すると。 いうこ,とでこれ、ね、どうですかいいニュースと見ていいんですかあのいいニュースなんですけどこれは心理的なものですよね消費者の。でデータを1月からの動きを見ていくと、うん、これ全部ワクチンと連携関連してるんですよ。例えばあのこの消費者マインドが、ね、反発したのが最初に3月なんですね。はい、2> で2月にワクチン供給すると、うんえー、普及すると政府が発表して期待が上がって、うん えこの指数がポンと跳ねるとだからその後ちょっと失敗しちゃって <laughs> あのワクチンがでそこからまた下がるんですなななかなか始まい今回もまた6月にポンと跳ねるんですね。はい、でやっぱり5月の末に職域接種とかワ、はい、クチン普及がやっとこれで広まったっていう感覚が広まって消費者マインドもよくなるつまりもうとにかくワクチンを早く多く普及するっていうのがまあ経済にとっても非常にいいっていうことが あの証明しててるっていうことだとだ思いますねうんこれはどうですか、諸外国見ても、やっぱ同じ傾向です,か同じです、もうアメリカがちょっと度が過ぎてるんですけど、ワクチンがね、<laughs> もう5割過ぎたら、もうみんな、何でもないと言って、普通に、うんそしたらまたデルタ株で大変だな,なって、るんでニューヨークの,の市長とかね、マスクしなさいって、すよねだからあの、あまりいいことなんですけど、じゃあ、改善してワクチン普及したからといって、じゃあ、何でももうしていいっていうわけではないと。 ということですけどもとにかく、えー、ワクチンも、えー、ワクチンが大事ということですね。そう考えると、まあ ちょっと前まではワクチン打つ人が足らないと言われていたものが、うん、今度は、はい、あの打つ方がものすごく回ってきたら打つワクチンが足らないとだからこれはもう政府があのいろいろ試行錯誤して供給に努めていくということで,、はい、で今、アメリカで問題になっているのが、はい、やっぱり3割ぐらいが打ちたくない。うん でそれによって集団免疫が達成できないで日本でもそういう方がいらっしゃると思うだから、はい、ななんできるだけ安心して受けられるようにう、えー、いろいろ正しいデータを、はい、あのさっきも言いましたように、えー、ワクチン2回打てば感染力が非常に低いそしてもっと重要なのは重症化が 極めてゼロに等しい、だからワクチン打ちましょうという正しいデータと、これはメディアの責任が非常に問われますよね、うんうん、だからそこをきちっとして、えー、どんどんワクチンを打っていただければと思いますね今、ま、主にファイザー社製と、それからモデルナ社製、日本では打ってますけれども、プラスしたアストラゼネカ社製も一部使っていくんだということが出てきましたね、えー、おそらくこれは供給難になってるんで、うん、アストラゼネカ。 まあ、アストラゼネカの場合は、えー、と一定の年齢以上、はいえー、確か40代ですねな,なので、まあ、そこはだからより若い人にはファイザーとモデルナを、えー、回していくこれにプラス大事なことは抗体カクテルとか、うんはい、治療薬の承認を早く進めて、うんえー、その重症化を防ぐあのもう正直あのもう感染を防ぐのは難しい無理。 だからそうもう無理なんで、それとウィズコロナということで、はい、ただとにかく大事なのは、重症化、そして死者をえ防ぐ、そこに重点的に政府も、えー、力を入れていけば、多少は安心感が増えるんじゃないかと思いますけどねうん、まあ、それのねこう進捗がどうなんだっていうのをこう、うん、示してくれると。 あの政府の発信力さっきも言いましたけどコミュニケーション力も問われてますけどもやはりメディアも特にワイドショーでとにかく過激でえネガティブなマイナスのところだけに特化してえそのプラス面とかバランスの取れた報道がされないと国民としては何が正しいのかわからないしえとにかく怖いだけなんでえいい面と悪い面両方を報道していく。 いうことがまあ、今メディアに問われてるんじゃないかと思いますけどね。 えー、メールもいただいてます匿名希望こちらは墨田区の方ですね、えー、昨日血圧の薬をいただきに主治医のところに行ったんですがお昼ちょっと前先生がなんだかバタバタしてました聞いてみるとこれからワクチン接種に行くとのことお昼ご飯を取る時間もなく午後1時から3時半までワクチン接種に行き夕方また診療に戻ってくるそうです医療関係者の方々本当に大変な状態を目にして自分ができることをしていかなければいけないと感じましたまあ、現場でねワクチン接種尽力しているお医者さんたちもたくさんいらっ ね、いやもうねとにかく医療従事者には感謝ですよね本当に一生懸命頑張っていただいて大変な中だから本当に感謝ですね、はい、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ FRB の理事が金融緩和の縮小の判断について言及 FRB アメリカ連邦準備理事会のブレイナード理事は先月三十日 金融緩和の縮小について国内労働市場の一段の改善が必要だとし9月の統計を見れば今よりも自信を持って判断できると述べました、まあ、アメリカの金融緩和、まあ、縮小が、ね、言われてきていてインフレとの絡みかと思ったらそうじゃなくて労働市場の方だと。 あのまず FRB は2つの目標を持っていて1つはインフレもう1つは雇用の,あの最大化この2つの両輪で金融政策を決めているということなんで,でご存知のように今インフレは相当3%台以上に上がっていてここはもう完全にクリアと。 はい、でまだ、えー、コロナ前の数字にあのたあの戻ってないのが雇用。うんで前回、この番組もご紹介したんですけども、はい、雇用が、えー、まだあ改善していない一つの要因としては供給面つまり、はいあのー、失業率特別給付金で働かない方が、はい、給付金もらってた方が失業保,保険もらってた方が得なんで。 えー、労働参加率が下がっているというのをご紹介しましたけどもこれがもう9月で、はいえー、終了しますあなるほどで既にもう7月の時点で半分の週で、はいえー、早期に中止してるんでうんこれから雇用統計が、はいえー、伸びてくるという予想でこのブレイナード理事もそこに注目しているということです、えーえー、だから要はもうインフレ的にはすでに相当高いので動いてもいいんだけど さらにプラス雇用がついてくればもうやるよというメッセージですね。うんこれ、まあ ね制度がそこでなくなれば、うんえー、雇用がこう伸びてくるだろうと、うん、で他方そのじゃ制度の延長を求めるみたいな向きってのはあるんですかいやさすがにこれはやりすぎだとあ,あの要するに週300ドルつまり月でいうと15万円弱今までより加算されていて<あ>さすがにあのこれは多すぎるよねと。 いうことで逆に経済を回す意味では、はい、この給付金はいらないというのがもう<ー>だからそれはないんですけども、えーまあ、いずれにしろ、あのー、テーパリング資産縮小はもう間違いなくやるで今、市場が求めての注目しているのはその発表がいつなのかと、はいえー、でブレーナード氏は、まあ、ハト派の急先鋒であるブレーナード氏は早ければ11月の会合 で実は昨日の夜もう1人、ワラー理事と、えーはい、いう人がいるんですけども彼は中道派なんですけども、うん、彼は早ければ9月と言ってるわけですね。<ー>したがって、まあ、あの9月か11月か、まあうん、いずれにせよ、うん、もう年内にはあの資産買い入れ、縮小が。はい 発表されるとおそででらく来年の1月からー、えー、テーパリングが始まるということなのでどんどん引き締め方向に、えー、なっていくそうするとじゃあどういう影響があるのかというのは一つちょっと気にしなきゃいけないのは先ほどナスダック IT 関連株が上昇し続けてるんですけども最高値更新して、ねはい、ただ金利が上がってきますと、えー、あれ引き締め時ではこういった、まあ、いわゆるグロース株っていうんですけど 成長株がなかなか、えー、向かい風になってくるとういうことなんで、えー、そういった意味ではハイテク株だけでなくて、はい、いろいろリスク分散を、えー、考えられてもいいんじゃないかといいううふうに思いますねなるほど、まあ、グロース株成長がこう、ねえー、見込まれる分、まあ、リスクもこう高いというところに、うんねまあ、今は利回りからこう投資してるけれども。うん あの10年債の利回りとかが良くなってくればこっちの方がリスクが低いぞそういうことですね今までは去年までは何に投資しても商品市況仮想通貨何に投資しても上がってたはい でこれからはより選別をしていかないと難しい相場になってくると、だから何でも買えばいいっていうもんではなくて、少し選別あのしていかなきゃいけないいう相場になってくると思いますね。でまあこれ足元のインフレ率三パ、うん、ーセント程度となってきました。でこれあのバイデン政権は財政もこうどんどん出してやっていこうとハイプレッシャー経済なんていう言い方してますが、すねはい、これあの この先のインフレ率ってどう推移していく FRB は 的と確かに市場も維持的というふうに受け入れてるんですけど私は必ずしもそれは安易に思わないほうがいいともう一つ言うと大事なのはアメリカ人ってガソリン価格と住宅価格に非常に敏感なんですよ。今ガソリン価格上昇してますそれから住宅市場がリーマンの時の水準 価格上昇率はリーマンを超えてるんです。うん,う,んうん、だから、あの、アメリカの住宅金融機構が先例のない価格上昇っていうぐらい。加熱している。十パーセント以上。損してるって話です、ね。十五パーセント、最近で上がってるということなんで、かなり加熱があるんで。これ以上の低金利っていうのはやっていけない。 ということも言えますね、うん、でその住宅に関連して、うん、あの今、まあ、コロナで困窮している人に対して普通は家賃払えなくなったら出てけ、うん、っていうふうになるけれども、はい、それをこう一旦猶予するという,そうようなことをやってるとそれが、ね、今、話題になっていて<れ>あのずっと家賃をあの、まあ、免除じゃないんですか保護、うん、だから、その退去させない家賃が払えなくても えー、その地主はその退去命令ができないような措置を、うん 取ってたんですけどそれが今月でで切れれちゃうんですねんでそれを政府がバイデン政権が延長しなかったということで、はい、そうしたら反発が来て、はいえー、そこで世論に押されて昨日をバイデン政権がそれを見直すと、ええ、おそらく延長されていくっていうことですねうんこれ、そうするとこう家主からしたら市況は上がっていってんのに、うん、これ回すこともできなければ。そうなんですよ ね他の人に貸すってのもできないじゃないかってうこれこっちが立てばこっちが立たずで少しバランスを見ていかなきゃいけないんですけどもあのとりあえず緊急の措置としてはその退去命令ができないような形で取ってるけどやがてこれ、はい、今度は家主の方が痛手を被ってくるのでどっかの時点ででも年内までは。 ちょっと維持してもいいんじゃないかという見方が今のところ主流ですね。日本でもこの家賃問題に関しては、もう少し政府も援助をしてもいいんじゃないかと僕は思うんですけどね。ええへへあまあ飲食店などでのね、で家賃の補助等々というのは、まあ一部制度はあるけれども。うん、まあなかなかその使い勝手とかね、いろいろ指摘されるところありますね。そうなんです。だからやっぱりこの緊急事態宣言はいいんですけど、そういったあの保護というか、その金融面での。はい えー、潤沢に支えていけば、もう少し人流も止まるんじゃないかと思いますけどね、えー、FRB の金融緩和の縮小、この先の見通し、そして、まあ、アメリカ経済、えー、解説いただきました今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきまして、ありがとうございました。 飯田康次の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報を盛りだくさんです。また公式ツイッターでも最新情報を配信中。さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。 そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。